株式会社対応図書は、東京都千代田区に本社を置く日本の出版社である。終戦後、東京の闇市で赤本や特化本などの卸しの仕事をしていた小出秀夫が1952年に創業。同じく闇市で雑誌を出版していた長井勝一や野球津と村の取り次ぎの仕事に携わり、1959年には3人で青人堂の前身となる採用者を立ち上げている。 1972年に出版事業に進出し、大衆週刊誌やアダルト誌、エロ漫画雑誌等を発行した。現在は、男性ファッション雑誌、ボーイズラブノベルスコミック、アダルト誌、一般書籍の発行、発売を手掛けるほか、書店フランチャイズを行っている。ワイレア出版などの関連会社と共に、太陽グループを形成する。太陽ビルにあるグループ企業表記以下は、 対応グループ公式サイトの遠隔などを参照した。他書籍のみならず VHS ビデオソフト、DVD ソフトも発売。当初は SM ビデオメーカーシネマジックの作品やシネマジックに委託制作した作品を発売していた。2008年3月28日発売の猫単癒され、なごんで幸せになるに掲載されている猫の写真のほとんどがペットウ。 ピータや猫蓋は等から無断転載、無断加工されたものとして問題となっている。それに対して画像を無断使用された複数の飼い主が対応図書にメールで問い合わせたり、ブログで不買を呼びかけたりしている。また、公式サイトのネコタン BBS では飼い主からの無断転載に関するコメントも書き込まれていたが、その直後に BBS は一方的に削除された。 ネコタン編集部は、使用した画像の中に、現著者の所在がわからない画像があるとして、個々に対応していきたいとしている。ありがとうございます。